天気だ。好天気がいいとなんだか気分まで弾んでくるよな。こんな日は兄ちゃん、どうしたんだい、そんなに慌てて。ちょっとね。でもどうしたの、なんだかぼんやりしてたみたいだけど。あ、いや、今日は朝から不思議な気分なんだ。なんだか胸がドキドキして。そんなことないよ。でもいいな、私にはそんなの全然ないよ。何言ってんだ、ウサギちゃんにはマモルさんがいるじゃないか。今日これから？どうなのよ、急に勝手だと思わない？だからアルテミスの一度スランプにしてサボっちゃおうなんて話してたのよ。そういえばさっきあったけど、図書室に行くとか言ってたな。じゃあまだ学校にいるのね。それじゃ話は早いわ。戻ってアミちゃんも誘いましょう。そういえばウサギちゃん、校門のとこでナルちゃんを見かけたけど、あれってウサギちゃんを待ってたんじゃないの？どうやらそれに関係ありそうね。どっかおかしいんじゃないの？
かいい方法ないですかね。海のトナルちゃんの中がそこまで進んでなかったとは、これは問題だわね。協力してあげたいのは山々だけど、でもこいつ何しでかすかわからないところあるからね。わあ！ウサギさん、どうしたんですか？ウサギさん、いいですね。それ、行きましょう。ねえに、この愛のキューピッドウサギちゃんにかかればザザッとこんなもんや。あんたも泥船に乗ったつもりで任せなさいって。なんだか沈んじゃいそうですね。アミちゃん、まだいるかな？あ、なんだ？胸がドキドキ。もしかして、ウサギちゃんの言う通り。今のは悲鳴？おうおう、人様の足踏んづけといて詫びの一つもらえたってどういう条件だよ。
今この姉ちゃんが金くれっからな。それで病院行こうぜ。てなわけだ。おとなしく出した方が身のためだぜ。卑怯です。あなたたちは卑怯です。怪我はなかったかい？ありがとうございました。気をつけなよ。あれ、前にもこんなことあったような。まあ、いっか。